ニコラウス・フォン・ジャカンの肖像画、ニコラウス・フォン・ジャカンは、シェムニッツの学校やウィーン大学の植物学教授になった植物学者である。オランダ共和国のライデンに生まれた。ライデン大学で医学を学んだが、その後、パリそしてウィーンに移り住んだ。1755年から1759年にかけて、ウィーンのシェーンブルン宮殿に動物園を作った新生ローマ皇帝。へ。 フランツ一世によって、珍しい動物、植物、鉱物の採集のために、西インド諸島や中央アメリカに派遣された。1763年にシェムニッツの学校の科学と、鉱物学の教授に任じられ、1768年には、ウィーン大学の科学と植物学の教授に任じられ、ウィーン大学植物園の園長を務めた。 これらの業績から1774年に釈意を受け、1783年にスウェーデン王立科学アカデミーの外国人会員に認じられた。1788に王立協会フェロー選出。1806年に公爵となった。若干の子供のエミル・ゴットフリートとフランツィスカはモーツァルトの友人として知られる。モーツァルトは ゴッドフリートの名前で発表された二つの曲を作曲し、フランツィスカのピアノのレッスンを行った。モーツァルトの作品のいくつかは、ジャカンカで初めて演奏された。また別の息子のヨーゼフ・フランツ・フォンジャカンは、ニコラウスの後を継いで、ウィーン大学の植物学の教授となり、何冊かの植物学の本を出版した。テオフラスタカの俗名ジャッキーニアやランカの主名。 ジャッキー・ニエラに命名されている。ジャックは植物の学名で命名者を示す場合にニコラウス・フォンジャカンを示すのに使われる。ウィキメディアコモンズにはニコラウス・フォンジャカンに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。